はい、えー、トライアル生からですねご質問いただいたので回答していきたいと思いますおさなりますヒデさんの全書籍を読んでこのようなことに気づかされました衝撃です当初ヒデさんはこれだけの本を出版すること,はあこと,ことで なぜ鹿児島に行って余裕のあることができるのか不思議でなりませんでしたどのようにして本を出版するのか印税が入ることに終点が当たっていて本質が見えてきませんでしたなぜこれをやっているのかということですドリアカの目指しているのは月100万とあります集客に電子書籍を用いることで自分の意図をする方向に誘導する印税がメインではないですお問い合わせの一部を指導して対価を発生するこれがメインであると考えに到達しました吉谷さんはこのような図式ができましたが合っていますでしょうかと 集客で始まり、問題解決の指導で終わる。同じパターンのように感じました。発信だけで終わせる人と、それから始まる人の違いがあることが思い知らされましたということで。えっとですね、これはまあ2つあります。2つ。もちろんですよ、印税で、まあ、ある一定の収益が出ればそれはそれでいいんですけども、何ですかねうん、メインとしては僕が教えてるのはリストマーケティングですから、あの本を、まあ、今ちょっと作ってるんですけども、 その本の中にリストを取る仕組みも今これから入れるんですよ。うん、でだから本,し本経由で集客ですよね。本を売っている電子書籍を売っているようで実は集客しているっていうところだったりとかプラスまあ本経由だと本を読む人ってどちらかというとリテラシーが高いじゃないですか本を読む人ってねだからそこのお客さんの集客層っていうのは結構まあ熱いっちゃ熱いんですよ。でそこが一部ですよね。 プラス他の例えば YouTube の発信だったりとかなんかその他の SNS 周りでの発信するときにじゃあ電子書籍で印税でこれぐらい稼げてますっていう武器があると発信しやすいじゃないですかだからまあ実績があると例えばなんですかねあの副業で月3万でも5万でも10万でも稼ぎたいっていう人はいっぱいいますよねだってなんですかまあこれドリアカでも言ってると思うんですけどあの会社でね 会社でじゃあ月プラス5万の給料アップってめちゃくちゃ難しくないですかどうですか月5万の給料、固定給をアップするって超難しいと思いますよ。まあ営業職だったらちょっと別かもしれないですけどね。普通の事務職とか普通の仕事やってて固定給5万あげるって相当難易度高いと思うんですよ。 だけど、そのだから、そのでも5万あったらいいですよね、でサラリーマンの平均お小遣いが3万みたいに言われたりとか、まあ、お小遣いもないよっていう人もいたりとかして、じゃあ、プラス5万あったら何できるって話で、結構その層もいっぱいいるわけですよ。だから昔、ドリアカの講義でもなんか,なんか言ったと思うんですけど、 昔,その昔ですよ、ブログアフリエイトで5万稼ぐっていうコンセプトで、5万稼ぐための教材っていうのを売ってる会社さんがあって、そこがね、何億円ぐらい売り上げ作ってたんですよ。5万ですよ。ブログで5万稼ごうぜみたいな。まあ、それはもちろん広告でガンガン回してたっていうのもありますけどね。だからもちろん、その総的にはね、あ、のー 月100万とかね1000万稼ぎたいっていう層もあれば現実的に23万稼ぎたいっていう人もプラスアルファで副業で稼ぎたいっていう人もいるわけですよでそこの層にまあ、えー、電子書籍っていうものがあるよみたいなでしかも僕のやり方をするとあのまあ大体今の電子書籍の、うん、情報電子書籍のやり方って大体はまあ外注化するっていうのが結構メインだったりするんですよ丸投げみたいなだけど まあ外注化するとお金もかかるし、そのやり取りが必要だよねと。で、今、ヒデさんにやってもらってるのは、チャット GTP でやってるんですけど、チャット GTP を使って、電子書籍を出せれば、一人でできるし、しかもお金ほとんどかかんないよと。その外注さんのやり取りもいらないし、みたいな。で、しかもヒデさんの武器としては、もうちょっとで60になるわけでしょだから、50代から始め六60代でもできるよっていうような訴求ですよね。それもできるし、ペルソナ、そういう訴求でもできるし。 うん、だからそのこの考え方で合ってるかっていうところはまあまあ合ってるっちゃ合ってると思いますよ、うん、要はまあ集客するためにって話ですねもちろん印税としてちょっとでも結果が出ればそれはそれでいいしただあの集客するっていうのは前提条件ですでそのやり方を教えていくと、うん、自分がその例えば今もう何ですか40もう30冊は出したか で今、ちょっと100冊いきましょうみたいな感じでやってるんですけど、でい今はねペ、早い時はペースでね、まあ、本も出しましたけど、1週間で5冊か。1週間で5冊出せる人なんか、まあいないですよ。まあいない。<laughs> だって、外注に投げたら、外注さん、そんなのんきすぐくれる人、あんまりいなかったり、まあ、それ人によるかもしれないですけど、まあ、1人で、一人で電子書籍を5冊1週間で出すとか、まあ無理ですよ。それ、どうやって出すのみたいな。まあ、チャット GTP 使うとできますよ、みたいな話で。 ででそれれを教えられるじゃないですかだからなななやそ,のそうっすよね副業でいくらぐらい稼ぎたいっていう層に対してこういうやり方があってこういうやり方をすると一人でもこうできるよっていうのが教えられますよね自分がやってれば、うん、やってないことを教えることももちろんできるんだけどやってることの方が教えやすいじゃないですかなんで今武器作りというか実績作りであのそういうのをやってもらってる感じですかねうん だから百冊100冊,100冊まあこれはヒデさんとちょっとお話ししてますけども100冊ぐらい出版したらちょっとそのコラボで何かやりましょうかとは言ってますね企画としてでそれも実績作りでまあまだヒデさんまあ100冊行った時にはリストも持ってるか分かんないですけどもそのなんだ企画としてヒデさんの実績作りとしてじゃあこれをやりたい人いますっていうのをコラボしてジョイントしてやってで無料でやってモニターでやってもらって えー、その実績モニター製の実績を作っていってそ,そ,その実績を活用して今度有料も売っていくみたいな話ですよね。うん、まだ、あ、それはまあもうちょっと先の話ですけど。うん、そうだからまあ基本的にここで書いていただいてる通りあの何ですか、うん、集客して集客して えー、どんな人たちを集客するのかターゲットはどんこなのかでその集客をしてその集客したお客さんの悩みを解決してあげる、えー、サービス商品コンテンツコンサルそういうのを提供して売り上げを作っていくってことですよね、うん、でもどんな人を集客するかっていうとこじゃないですか、うん、じゃあその何もありませんと発信するものが何もありませんってなると 何の悩みを解決できるんですかっていうふうになるじゃないですか。うんな感じっすかね、はい。まあヒデさんはまあこれからなんでまあでもねぐいぐい今来てますんでで印税もねもう発生してますし収益発生してるのでこれから楽しみですねだからその印税の収入が月に3万でも5万でもなってくればねまだなんだ数千円なんですよ。 だからそれが月でも3万5万ぐらいになってくれればもう結構まあまあ使える武器にはなるかなとは思いますけどね、うん、打ち出しやすいですよねただそれがなくても一応発信はできるんですよこれからその電子書籍をやってみたいけどやり方がわからないっていう方に対しての情報のアプローチはやろうと思えばできるんですよその稼げていなくても電子書籍をやりたいっていう人ですね別に稼ぎ タイとかかそういういいいののじゃななくてもスマホの使い方がわらない稼ぎたいとかそうじゃなくてパソコンの使い方が分か,り分かんねえんだっていう人に対してパソコン教室売れるだろうしだからそのお金稼ぐっていうところを置いといたとしてもそっちのペルソナであるならば発信はできますよねじゃパソコン教室に通う人ってパソコン使ってお金稼ぎたい人が全員なんですかっていうわけじゃないですよね <laughs> うん、じゃあ英会話を習う人もぜ全員その英会話を習ってそのビジネスで成功したいから英会話を習ってる人が全員なのかっていうとそうでもないですよね単純に外国人の方とコミュニケーションがしたいんですとかそういう層もいるだろうし、うんうん、だからまあどういう人を集客してでそ,のその人たちにどういう問題解決をこう提案できるのかっていう、まあ、本質的なところはそこですね、うん はい、まあちょっといろいろ申し上げましたけど何、えー、ですかね、まあ、この考え方で合ってると思います <laughs> まあ僕の伝え方言い方がちょっと違う部分があるんであれかもしれないですけど本質的なところはこんな感じですね、うんはい、このような図式で合ってますでしょうかと、はい、基本はそんな感じですから、うんはい、ということでいただいた質問に対して回答させていただきましたありがとうございます